と、で、どうやるんだっけ。で、ここの角度の目盛りを今自分がいるところの緯度にだいたい合わせて、日本はだいたい35でいいと思います。後で調整するんで。よし。それで、これが本体で、で付属品はここら辺、まあ、これとかこれとかこれとか、まあ、これも全部付属品で、で追加で買ったのがこれとこれです。それでこれは曲軸合わせをするときに、あのこの携帯を乗っけて、まあ、乗っけるための台ですね。これがあるとすごい便利なので。でこっちは延長シャフトですね。でこれが付属でついてくるシャフト でこれ重りなんですけど、重りでこうやって使うんですけど、あのカメラとレンズ側が重くなってくると、あのこれじゃ重りが足りなくなってくるんで、普通は重りを付け足すんですけど、あのこの重り結構重いので、重りを付け足すよりはこうシャフト延長すればいいじゃんと思って、でちょうどこれね、ビクセンのやつの延長シャフトなんですけど、ちょうどねサイズが直径20ミリで同じだったんで、ただネジがこっちは4分の1で、アイオプトロンのは8分の3なんで、ちゃんとこの円なんだこれ、変換アダプターをつけてでやると、まあ、かなり長くシャフトがなるので、まあ、結構重いカメラをつけてもバランスが取れるようになります。まあ、この赤道儀はですね、説明をちゃんとするとすごい長くなるので、あの一言で言うと、これをセットして、でカメラを設置して、それで星とか、まあ、天体を撮ると、まあ、すごい綺麗に写りますよっていうもんですね。かなり大雑把ですけど。これ設置をするときは、三脚のメーカーは何でもいいと思うんですけど、メーカーは何でもいいんですが、あのこのなんていうんですか、レベリングユニットを入れるとすごくいいです。あの平行がね一発で出るので、でそのレベリングユニットの上にさらにこのパン方向だけ動く、なんていうんですかね、これパノラマ雲台っていうのかな、があるととてもいいです。あの北を合わせるときにこれがあるとすごく便利なので、でここに赤道儀を僕の場合はつけます。で赤道儀をセットしたら、なんとなく北に合わせておきます。なんとなく。でこれを外して、本体を外して、でさっきのこのありがたプレートっていう名前なんですけど、ここの溝にちゃんと合うやつが あるので、これをセットして、携帯のこのポーラースコープアラインプロっていうアプリがあって、でこれあれここじゃない、この太陽のマークを出すとなんかこういう感じのが出てくるんで、これをセットします。でこういう感じで、あの北極星の位置を教えてくれるので、でこれもうちょっと右にやってくださいって、で東西を合わせた後に、でちょっと今下向いてる、あ違う上向いてる、上向いてるんで、こう
大体真ん中に来るようにセットします。まあ、これで終わりですね、設定。そしたら携帯とのありがたプレートを取って、それでこれじゃない、こっちだ、本体をつけて、で本体にこれをつけて、であとここに雲台ですね、雲台を取り付けて、これで大体終わりですね。まあぶっちゃけこのシャフトと重りは望遠レンズ使わないんだったらなくてもいいかなっていう気はしますけどね。けど僕これあんまり使わないことの方が多いです。それであとはカメラをセットして、で重りをつけて、でここを回して、そうするとここが動くようになるんで、それでなんとなくバランスが取れたら設定終了です。それで本体のスイッチを入れて、でモードが主に4つあって、太陽を撮るマークと月を撮る時のマークと、あと星の半分の速さで回転するモードで、僕タイムラプスを撮る時はこれを一番よく使います。で完全に星を止めて撮りたい時は星と同じ速さで回転するモード、あと南半球のモードですね。こんな感じです。で今日はですね、満月から2日か3日ぐらい経ったんですけど、今日すごい天気がいいので、夜になったらちょっと屋上に行ってこれを使って月を撮ってみたいと思います。夜になりまして、でちょっと今月が出てきてくれたので、これからセットアップをして月を撮りたいと思います。なんか多分今日は北極星全然見えてるんで、これやんなくてもいいかもしれないですけど、まあ一応この昼にやったアプリで一応なんとなく合わせます。これでね、今だいたい中心に来てるので、これからさらに北極星を見ながら調整します。でここのキャップを撮ると覗けるようになってるんで、それで赤道儀のあれなんて言うんだっけ、極軸望遠鏡って言うんだっけ、それを覗くとこういう図柄が見えて、でこれはアイオプトロンのやつにこのアプリで設定してあるんで、でこれが本当同じのが見えるんですけど、でこの黄色の点のところに北極星が来るように調整します。あ、そう、電源入れるとライ中にライトがついてるんで、ライトがつけんだっけ、あ、人工衛星てかね、これでもうほぼ完璧に合ってるんで、かなりいい精度出てると思います。そしたらこれを取り付けます。で今自分が持ってる望遠レンズが70-200 の F2.8 で2倍のテレコンつけて 400mm で月を撮ります。よし、ちょっとだけバランスを、バランス取れない。でもこの70-200 の F2.8 をつけるともうバランスが取れなくなっちゃうんで、カメラ側が重すぎて
なのでシャフトを伸ばして調整します。まあ大体でいいです。400なんで。で、あとはこれを月の方向に向ければ、これを月モードにして、それで撮ります。それでさっき撮ったやつを見比べてみます。こっちが、なし、電源オフで撮ったやつで、こっちをスタートラッカーの電源オンにして撮ったやつです。よく見ないとわかんないんですけど、まあ、こっちの方がちょっとぼやけてて、こっちの方がはっきりしてます。まあ、でもね、月自体がね、そもそも撮るのにシャッタースピードそんな長く必要ないので、25分の1秒とかなので、まあそんなに差はないですけどと思って、でさっきね木星出てたので、さっき木星をね撮ってきたんですよ。それはすごい分かりやすいかなと思いますので、そう、こっちが、あ、今度はちょっと逆になっちゃいましたけど、こっちが電源オン、赤道儀の電源オンにして撮ったやつで、こっちがオフにして普通に撮ったやつです。でこれシャッタースピード8秒ぐらいだったので、まあ8秒でで 400mm で撮ったやつ、木製なんですけど、まあ結構流れています。まあ、こっちの方が分かりやすいですかね。赤道儀を使った効果みたいなの、星もこれぐらい流れるのをこう止めることができると。あと別の日に月の出を撮ったので、でそれはねタイムラプスで撮ったので、こういうことして遊ぶこともできますよっていうのをちょっとお見せします。これは月のモードで赤道儀を動かして、で10秒に1枚 400mm で撮ったやつの、何枚ぐらい撮ったのかな、150枚ぐらい撮ったやつをタイムラプスでちょっと処理したやつなんですけど、こういう風に星1枚の写真を撮るだけじゃなくて、タイムラプスみたいなのもね撮ることできるので、結構あるとね楽しいです。それでこれはこの前ハワイ島で撮ってきたやつですけど、この時も赤道儀を持って行って、そう、これとかはね85ミリのレンズをつけて、で2分の1のスピードで赤道儀を動かして撮ったやつですけど、まあ、ちょっとね星は流れてるんですけど、でもねこうずっと星が同じところにあるよりかは、こういうふうにこう星が動いてってくれるので、まあ、タイムラプスをやるんだったら結構2分の1のスピードで撮るのはありかなと思います。それで赤道儀はですね、僕みたいに広角レンズとか標準レンズ 50mm とか、まあ、使って85でたまに 200mm とかみたいな感じで使う場合は、そんなに極軸合わせをちゃんとしなくても、セッティングをねこう詰めなくても結構いい感じで撮れるので、まあ北半球の場合はね、北極星っていうすごい分かりやすい星があるので、まあバッチリ合わせられるんですけど、この前ねペルー行った時にも一応これを持ってって、で極軸合わせをやってみたんですけど、もうね全然分かんないですよ。南半球8分ギザってどれですかみたいな、結局よーく見れば分かるんですけど、南十字星とかすぐ分かるんで、そこからまあそこら辺かなみたいな感じで結構わかるんで、でもやっぱり北極星の方がはるかに簡単なので、まあ、そんなに極軸合わせはまあね、なんかこう 1000mm とか 1200mm とかそれくらいの焦点距離のレンズを使わないのであれば、そんなに心配しなくてもいいかと思います。それ で自分がiOptronのスカイガイダープロを
をなんで選んだかっていうと、あのね、あれあんま日本で売ってなくって、でね、アメリカのアマゾンで400ドルちょっとぐらいだったような気がするんですけど、でね、その本体と一緒にシャフトと重りと、あとライト付きの極軸望遠鏡がもうセットで、まあ、極軸望遠鏡はもう本体の中に組み込まれてるんですけど、それがね全部セットで、まあ、400ドル台で、まあ、多分送料入れても5万円前後ぐらいだったと思うんですけど、それでね全部セットで来るので、で他のメーカーだと結構そういう、なんて言うんだろうな、シャフトとか重りとか極軸望遠鏡がオプションだったりして、で全部買うと結局ね10万円以上とかしちゃうことが多くて、なのに乗せられる重量が少ないとかね、なんかそういうのだったんで、僕はあのアイオプトロンのスカイガイダープロ買ったんですけど、まあ結果すごい良かったですね。まあ、使いこなせたらすごく楽しいと思います。あ、で僕の場合はね、延長のシャフトとか、あの携帯を乗っけるためのありがたプレートとかも買ったんですけど、まあ、あれはありがたプレートはあった方がいいかな。北極星が見えない時に大体を合わせるのにあれ結構便利なので、まあ、それもね、あのリンク貼っておくので、まあ、興味あったらチェックしてみてください。これくらいかな。では。